ゴールキーパー児玉です。3バックに柳、バンヤーデンショーン、藤原、中盤に中里、奥村、堂本、ワイドに藤田と橋野、ツートップピーダーセン、ヨーンとオニエ・オコチクと入っています。ゴールキーパー桜庭です。バックフォーに田中啓太、大城、ぬくい、丸山、中盤に瀬瀬、長谷川、福井、3トップに東出、富樫、小沢と入っています。さあ中里、奥村、ファールはなし、右に一旦広げます。ここに堂本、堂本のクロス、手前で引っかかっていますがボックス内、セッター、そしてピーダーセン、キーパー桜庭のストップです。振り向きざまに右足を振ってきましたピーダーセン。ピーダーセンのヘッド、ここも桜庭が触ってます。ここまで6分、ピーダーセンに2つチャンスが巡ってきました。橋野、橋野からクロス抜けてきました。さあ堂本、前は立たれたんで下げてから藤田のクロス、ヘディング、オニエ、こぼれてます、オニエが詰めた。YACC 横浜先制、今日が今シーズン初先発、オニエ・オコチクの得点で YACC 横浜先制です。さあオニエドリブルスタート、オニエが入ってくる、オニエ左足、ナイスキーパー桜庭です。足に当てました。一点もののセーブ。さあ剥がした長谷川、東で追い越していく田中啓太、東で田中啓太を使う、田中啓太の折り返し、ヘディング、福井、抜くいから合わせてくる、抜けてきた、児玉が抑えています。一気に背後、このこぼれを拾う、さあチャンス、ピーダーセン切り返す、後ろから堂本、こぼれている、オニエ押し込めません、ここでプッシュ、枠は外れています。堂本の強烈なミドルシュート、ここでピーダーセンで戻して堂本のミドル、1対1、小沢がカットイン、まだ入ってくる、パスにした、そして福井、ラストパス、田中啓太は折り返し、ゴール前でクリアです。高いアーチ、ヘディング、追いつきました鳥取、フルス対戦の大城、後半の追加タイムに同点ゴール、1対1です。ここで試合終了のホイッスル、両チームの選手たちが座り込みます。土壇場でよく追いつきました鳥取。